So we are now going to have a presentation of Professor Tani Toru. Tani Toru sensei is a professor of philosophy at Ritsumeikan University in Kyoto. His main research interest is the phenomenology of nature and culture. His publication includes Ishiki no Shizen, the nature of consciousness. Thank you very much for you being here. I'm very looking forward. これお願いします。We have actually a Japanese script of him and English version still. Maybe we don't have any of English versions. I'm not for sure. But if you have some, you can share and to read because he's going to give his talk in Japanese. Okay. So I have prepared English version of my presentation. Although I speak now in Japanese. So, because in my presentation, there are many homonymous words, Japanese words. So, therefore, in order to show the relationship between them, I must speak in Japanese. So, okay. I hope you understand me. Well, if you don't understand Japanese, please read English version. Okay. Shintai, baitai, aida. はじめに、日本哲学について4日間にもわたるこの大きな会議がヨーロッパで開かれることは、関係諸氏の、皆様方、の、これまでの努力の賜物以外の何物でもない。まずはことほぐ気持ちを込めてお祝い申し上げる。この会議に参加できることは私にとって大きな喜びである。誠にありがたいこととして関係諸氏にお礼申し上げる。ただ申し訳ないことに、私自身の関心は日本哲学にではなくてヨーロッパで生まれた現象学に。その私がこの会議に参加する最大の理由は、今回のテーマの一部と私自身が現象学的な仕方で問うている問題が重なっているからである。どういう問題か。現象学を創始したフッサール、エドモンド・フッサールの目的は、危機に陥ったヨーロッパ的な学問、論理、言語をその根底にある辞書をそのものに変えて基礎づけることであった。それゆえ辞書、言語と辞書そのものとの関係が問われた。今、学問、論理、言語を並べたが、これらは皆古代ギリシャのロゴスという概念に関わっている。またフッサールはノエジス およびノエマといった概念を使用したが、これらはノエインから派生した。他方、ノエインからヌースも派生しており、これがロゴスと結びつく。さらにハイデガーはフェノメノロギーという言葉がロゴスという言葉とパイネス体、中道体の現れるという言葉とに由来し、後者はアポパンジス、命題、言語的な命題という言葉に結びついているということを述べた。辞書は概念、そして言語に現れる、現象してくる。現象学的な問いにとってこれらは区別されても切り離されない。とすれば、この現れる運動の全体こそが現象学的な事象そのものだと言ってもよいほどである。だが現象学は上述のようにインプリチットにもエクスプリチットにも西洋の言葉の伝統を媒介にして問いを立てている。日本語はロゴスという言葉の伝統を持っていない。その日本語を媒介にして和辻哲郎は言語、言葉と辞書、事柄との関係を以下のように述べた。引用。ことが本来あらわにするという性格を持ち、それがこと言葉、こととして現れるのであるとき、初めて言葉、ことが本来のこと、事柄でありつつ、しかもそれ自身の特性を持つゆえんが理解されるのである。引用終わり。これを私は以下のように言い換えたいと思う。事柄が言葉に移る、移されるときに、事柄はことさらに現れる。
これがテーゼです。他方、事柄が言葉に移る、移される、現れるときには、語るという、媒介的な働きが、あるいは作用が介在している。語るは、語を含み、それゆえ、語るや、形作ると結びついている。しかし、語るは、恣意的な作業ではない。むしろ、事柄を断ることで、現れる断りに、答える、仕方で、言葉に形を与えるということです。この断りに応答するということが、一方で誠を語ることを可能にする。しかし他方で語るということが型を与えることであるならば、その型によって事柄と言葉の間に異なりが生じ、それが誠ならぬことを語る、嘘を語るということを可能にする。このように事象、事柄が言語、言葉に移される仕組みは、しかし日本語だけのものだろうか。和辻の上述の議論も、彼がフッサールとハイデガーに学んだことと無関係だろうか。おそらく事象、事柄と言語、言葉は深く、そして多様に結びついている。両者を媒介する語るという働きは、さらに身体にも結びついている。こうした媒体的な働きを私はさらに深く解明したいと思っている。最後にもう一つ、間という日本語は適合するという意味での合うをも、出会いの意味での合うをも意味する動詞の合うから派生した。西洋の哲学的な事柄と言葉の間、そして日本の哲学的な事柄と言葉の間、そしてさらにこの西洋的なものと日本的なもの、その両者の間においても媒体が働く。これにも私は問いを向けて、そこには事う、つまり事が合う、事合うことができないような出会いが生じるかもしれない。私の大会参加はこの問題関心と深く結びついている。1、移し。今回のテーマに含まれる移すという日本語は重要な多義性を持っている。これは移動する、移行するとともに、映ずる、現れるをも意味する。私が注目するのは坂部恵の移しの解釈である。彼はデカルトの二元論的な実体の哲学ほど日本の伝統的な思考に対立するものはないと述べた。だがこれだけで終わると、ハンス・ペーター・リーダバーがこれぞまさに日本思想といった軽率な言い方を批判したことが思い出されることかもしれない。おそらくこれぞまさに日本思想といったものはない、あるいはそんなものがそれとして、それだけで存在するという見方、それ自体が実体的発想に由来する。日本の伝統的な思考は日本人にとってもインプリチットであり、それがエクスプリチットになるとすれば、他なるもの、典型的には西洋哲学と移し合う時である。坂部の解釈については時間の制限があるし、また私自身もそれについて何度か述べたことがあるので、ここでは概略を示すにとどめたい。坂部は泉式部の歌、秋くれば常盤の山の松風も移るばかりに身にぞしみけるというこの詩を極めて印象深い仕方で取り上げた。坂部によれば、この移るばかり、移るは作者の外部にあると思われている松風が作者の内部に移行することによって現れる、映ずるということを意味する。ならば逆方向の移るもまた可能である。外部は内部と独立に存在しないし、内部は外部と独立に存在しない。ここには外部と内部の二項対立はない。むしろ両者は移しの関係の中で初めてそれらとして成り立つ、それらとして現れる。こうした捉え方はデカルト的な二元論とは全く異質である。
それは泉式部だけに見られるものではなくて、日本の伝統的な世界観、まあ、と言ってよいならの中に含まれる、空間的には芦原の中津国という、まあ、我々の生きている世界、この芦原の中津国は高間ヶ原あるいは高間の原と根の 国を移している。また天皇の 現在の天皇は移し臣であり、高間ヶ原の真意、神の意思を移している。その言葉は移しとしての御言のりである。それぞれの項はそれぞれ独立してそれとして存在するのではなくて互いに移し合う。私としてはこの議論にもう一言付け加えたい。存在という漢字表現もそれ自体あるバイアスをかけている。それに対応する大和言葉はありである。しかしありはある、この場合のあるは生じてくる、そして現れる、あらわになるに由来する。簡単に言えば、まあ、現る、現れるに由来する。現代でもありありという表現は現れるということを強く示している。この現れるの一種が移すである。存在という語はこの現れるを含意しない。何者かは移行することによって反映されることによって初めて現れる。これはそのままにとどまっている実態がそれ自体で存在するという発想と対立する。それゆえ現れるあるいは移すは存在に対峙される仮称の側に立つのではない、あるいは実態と区別される意味での無の側に立つのでもない。それらはむしろこれらに先立つ、その現れるあるいは移すはこういったものに先立つ運動を表す動詞である。こうした捉え方についても私はすでに何度か述べたことがあるので、ここではこれだけに留めたい。しかしこの発想は例えばハイデガーのシュピーゲルシュピールといった発想と結びつくだろう。さらにそう思って読めばこの発想は以下に示すように、まあ、フッサールにも見られる。フッサールは自身とハイデガーを指してあなたと私が現象学だと述べたらしいが、まあ、フッサールとハイデガーに共通するこの発想はまさしく現象学的であろう。そうした観点から日本で生まれた移しの概念とヨーロッパで生まれた現象学の諸概念の間で両者が相互に移し合うことが可能かどうか、これを試してみたい。そしてその移し合いがうまくいけば、あるいはうまくいかなくても新たな哲学、まあ、これ日本の哲学というよりも漢文化的な哲学になると思いますが、これが形作られるかもしれない。2、フッサールにおける移しとしての共栄と繁栄。フッサールはいくつかの重要な箇所において、まあ、慎重な語法で、鏡の比喩を用いている。鏡は映ずる、映るの意味での移しにつながる、まあ、ここではちょっと省略しますが、 2-1 事柄から言葉への移し、事象から言語への移し。フッサールは遺伝一巻の以下の箇所で、事象、事柄、まあ、厳密に言えばノエマなんですけども、まあ、以下では事柄と言っています。事象と言語との関係を示している。これは両者の単に映ずる関係としての移しの分析だと思われるかもしれないが、しかしむしろ移行するを含めた移しの場合、すなわち事象が言語に、事象を言語に移す場合の、分析である。引用。けれども仮に我々がこのものは白いというように、まあ、言語的に思考し、あるいは言表する、言表するとしたならば、その時には純粋に知覚的に思念されたものそのもの、まあ、知覚の山と一つに結びついた形で、ある新しい言語的な層が一緒にそこに存在することになるのである。このような具合にして、すべての想起されたものそのもの、想起の山、想像されたものそのもの、想像の山も、また、説明開陳され、かつ表現される、エクスプリツィエバールとアウスドルクバールわけである、に終わり。この場合の思考する、あるいは現象するは、これは知覚次元のものを言語次元へと移すということである。ここで注目したいのは、強調されたアウスゲザークトという言い方と、エクスプリツィエバールとアウスドルクバールという言い方の交互関係である。これらのアウスあるいはエクスという前綴りに
外へあるいは表へという運動方向を読み取ることができる。もともとフッサルは言語をしばしば表現アウスドルックと呼ぶが、このアウスも同様である。言語はインプリチットなものをエクスプリチットにするのである。これは単純に二元論的構造の中で内に存在しているものを外に存在するようにすることではない。むしろ二元論を写しの中で克服していく捉え方と見ることができる。それが理解されるのは以下の箇所である。フッサールは直感的な辞書事柄を言語言葉に表現する写す際に思考的媒体が働くと見る。引用。ここにはある特有の思考的媒体インテンショナルメディウムがあるわけであって、その媒体が本質上持つ際立った特色は、知覚などの他のすべての思考性を形式および内容の面からいわば反映して wieder zu spiegeln、 固有の着色においてこれを模写し up zu bilden、 その際これらの思考性に己固有の概念性という形式を刻み ein zu bilden という点にあるのである。引用終わり。媒体、ここで言われる媒体は辞書事柄をアップビルデンし、そこに概念性言語形式という型、これをアインビルデンするという仕方でヴィダーシュピーゲルンするのである、映すのである。このヴィダーシュピーゲルン、反映はアップとアップとそれからアインによるビルデンである。つまり型の形成である。これが事柄を言葉に映すということである。でこれがまた誠バーライを可能にするだろう。しかしウサラはまず言う。辞書は事柄はことごとく言葉に移されるわけではないと。これが最初。二つ目、ウサラはさらに言う。引用です。表現へと持ち帰されるものアウスゲドルクテスが有する特殊性のすべてが言語的な表現のうちにことごとく反映され、ぜひレフレクティーレンされうるというわけでは決してない。言語的な意義作用ベッドイテンの層は知覚などの下部の層をいわばそのまま一字一句写し取った一種の繰り返しレ・ドゥプリカツヨンなどではなく、しかも原理的にそうしたものではない。引用終わり。言葉は事柄の単なる複写ではない。その写しは是非レフレクティーレンあるいはレフレックスやレ・ドゥプリカツヨンの作成ではない。型が介入するからである。この二重の意味で異なりが生じる。作者がどんなに誠実でも嘘を語る語りの可能性が生じる。かくしてイデーンにおける繁栄ヴィダーシュピーゲルンが含意するのは1、インプリチットなものをことさらにエクスプリチットにする。2、事柄に型を与えて言葉にする。3、その際に誠と語り、嘘の語りですね、が生じるということである。2-2、身体への写し。この発想をフッサルは、言語から身体にも移す。引用です。さらに他者の身体を広範な精神生活を表す身体として解釈することを容認する表現も上記のことと関係している。身体が私の諸知覚や事物世界にまで波及する私の諸作用の媒介者フェアミトラーである以上、身体はただ単に私にとってのみ私の身体として特別に主観的なものであるのではない。身体がただ感性を示すだけでなくて精神的なものをも表現している以上、身体は他者に統括されることによって一つの意義を、すなわち精神的な意義を獲得するのである。引用終わり。ここで媒介者フェアミトラという言葉が使われているが、これを媒体メディウムと解することができるだろう。言語と身体は同じ機能を持つのよ。とすれば精神的なものが内的なもの、内部だけにとどまっているもの、身体的なものが外的なもの、外部だけにとどまっているものといった二元論はここでは成立しない。そもそも現出しないが背後にそれ自体で存在するとみなされる内的なものを単なる現出、単なる仮象としての外的なものから推論するといったことは問題にされていないのである。むしろエクス
プリチットなものとしての身体的なものはすでにインプリチットなものとしての、精神的なものがそこに表現されている。日本語の同根の言葉で言えば思いが表に現れていてこそ身体は身体である。思いが現れてない身体は身体ではない。身体の表現にも一定の型が与えられている。例えば身体的な泣き顔は精神的な悲しさを型を与えて映している。笑顔も同様であろう。もちろんそこには誠の可能性とともに異なりの可能性が含まれる。例えばシャウシュピーラーのミーメンシュピールがそうであるが、これはまたミーメンシュプラヘでもあるだろう。型を与えてエクスプリチットにするという媒体機能は言語と身体に共有されている。さらにそれはおそらく芸術にも当てはる。メロポンティが重視する画家のスタイルなどもその一例であるように思われる。ただしこれは内容インハルトに対立する形式フォルムであるだけでなくて、むしろ作動の仕方、絵を描くその意味での仕方、ワイゼすなわち見方とか描き方などのようななどのように習熟と習慣性によって変化する、変わってしまうことも可能な型の一例である。また日本語で言えばなる、自然にそうなる、なるに発して習う、習熟する、慣れる、習慣、これを経由して、あるいは習わしを経由してなす、行為するということが可能になる。すべてこれは同じ根っこを持った言葉です。この経過の中で媒体機能それ自体の型、すなわち働き方といったものが成立します。そういう型は単純に自我が恣意的に作るだけのものではない。フッサルにとってそもそも何者かが際立つときにはその何者かの方が、例えば異質性と同質性というある種の合法則性、これもまた一種の型であるが、これをもってそれ自身の側で際立ってくる。そのようにそれ自身の方が型を形作るのであり、自我の方はそれに応うような、型を形作りつつ語るのである。おそらくこのような型を与えること、かたどること、語ること、これはすべての作用に共通なものとみなされるだろう。ならば、フッサルの、普遍的な相関関係アプリよりという言い方に倣って、これを普遍的な媒体関係アプリよりという言葉に、という言い方を形作ることも許されるだろう。2-3、時間形式への移し。フッサルは時間についても同様に考えていたと解釈できる。メロディーのような対象、外部にある対象を構成する場合、意識は次々に過ぎ去っていくそれぞれの音を弾し続ける。意識作用、この意識作用をフッサルは外的弾と呼んだ。では、音ではなくて、それに相関して次々過ぎ去っていくそれぞれの意識作用、聞くという作用ですね。その意識作用、それ自体についてはどうか。フッサルは意識作用それ自体の恥を内的恥と呼んだ。これが意識作用それ自体の自己現出、流れの自己現出、これを引き起こす。ただしこの自己現出はエクスプリチットではなくてインプリチットである。しかし内的恥も恥であるから、レテンツィオンであるから、たった今の位相に対応する。そうすると今の位相、現印象の位相はインプレッション、はインプレッショナールなファーゼはどうか。フサルはそのように自問し、そして答える。現印象的な位相の意識作用それ自体も無意識的ではない。これをフサルは現意識、はベブストザインと呼ぶ。デリダはこの現意識の分析に現前の形而上学を見た。しかしフサルは意識作用それ自体の流れが現出するためにもう一つ別の意識によってそれが構成される必要はないと論述、こう述べる。引用、流れの自己現出はその流れをさらに背後で構成する第二の流れを必要としない。そうではなく、流れは己自身のうちで己を現象として構成するのである。
で、この場合には構成するものと構成されるものが合致するが、それでももちろん全ての観点で合致するということはありえない。時間を構成する意識流の諸作用、諸位相の中で、まさに等の意識流それ自身の諸位相が己を現象的に構成するが、そうした、意識流の諸位相はそれらの構成される諸位相と同一的ではありえないし、そして実際にもそうではない。意識流の瞬間的原価的な層面の中で現実にもたらされるもの、それはまさにその意識流それ自体の波次的な諸経域の系列の中の意識流の過ぎ去った諸位相なのである。引用終わり。この箇所を次のように解釈できる。すなわち意識作用は確かに自己現出する。この場合には構成するものと構成されるものが合致する。しかし現印象的位相における意識作用に関しては両者の合致にすら、その間にすら差異が生じる、異なりが生じる。意識作用それ自体は己自身に対して全く無意識的であるわけではないし、そうだからこそ意識作用は意識作用と呼ばれるのだが、その意識は現印象的位相においていわば最もインプリチットである、いわば東大元暮らしである。それが現出と呼べる程度にまでエクスプリチットになるには、それが波次的諸位相に移るとき、移ることが必要である。ならばここにも一定の異なりを含んだ移しが機能していることになる。そうであれば現象学的内在的な時間というのは意識作用がエクスプリチットに現れるために自ら形作る型だというふうに解釈することができる。で、時間が長くなりますので、2-4、これは私と他者、自己と他者、自我と他我の関係においても非常に似たことが言えるということを述べた箇所ですが、ここはちょっと長くなりますので、省略したいと思います。で、まあ、最後に一言言ってみますと、こういう媒体、まあ、現象学の思考の中に媒体という発想がいつも中心的に働いているということを鋭く見抜いたのは新田義博だろうと思います。彼が、超越論的媒体性の現象学を、提唱したのはこの洞察にあるんだと思います。それで3、さまざまな方と語り得ぬもの、事柄、辞書、事柄はそれに型が与えられて、つまり語られて移されると言葉になります。とすればその型がどのようなものかによって移されて現れる内容も一定の異なりを持つのではなかろうか。周知のようにカントでは言語的な型としてのカテゴリーはアプリよりに与えられている。ところがフサルはまさにそのカテゴリーそれ自体の起源を発掘しようとしたと言える。言い換えれば型それ自体の起源の発掘である。論理学研究ローギシュンタズフゲンの、まあ、初期フッサルは、主語と目的語という型が与えられるということを論じた。しかし晩年の経験と判断、エファルムワタイルでは、フッサルは発生的な分析を進める中で型を与えられる以前のいわば全述定的な次元での事柄の現出というのを発掘する。その次元はいわゆる引用、いわゆる引用、いわゆる論理学的カテゴリーのうちの最初のものの根源現場である。引用あり。この根源現場において何者かが現れるのである。これを一般化して現出者が現出すると言い換えたいと思う。ただしそこに現れる何者かは区別されていない統一的な客観、区別されていない統一的な客観である、何者かが断られることで型を与えることが可能になる。自我は随意に断り随意に形作るのではなくて、物事はその断りをすでにインプリチットに含んでおり、自我はそれに答うような仕方で言葉の型を付与して
その物事をエクスプリチットにするのである。フサルによれば、まずもって期待としての対象と規定アルファベータガンマが区別される。そしてこの基本構造がさらに後に S は P である、 S is P という型のいわゆる述定形式それ自体を準備する、そして、論理学研究で示された主語目的語という型はいわば派生的なものだとする。言い換えれば根源的なのは主語述語という型だということになるんです。まあ、私としては根源現場において何かが現れるということ、それがまたカテゴリーを可能にするということ、この両者ともに認められると思う。ただし、その何者かが期待と呼ばれるものとその規定と呼ばれるものというその構造を持つか、つまり期待と規定という構造を持つのかという点については留保したいと思う。とりわけ期待という概念が主語につながるとすればそうである。少なくとも強すぎる主語は実体の概念につながりやすく、それゆえまた写しの概念とは折り合いが悪い。逆に昨今日本語には主語をいらないとする議論がなされることが増えている。しかし先ほども佐山さんが言っておりますけど、西洋語では非認証表現がある。 S を使います。ニーチェの議論はよく知られているだろう。あるいは非認証の S を主題的に取り上げたグロデックの議論や、さらにそれを受けたフロイトの議論もよく知られているだろう。まあ、興味深いことにアダム・スミスでさえも非認証表現に言語の起源を見ています。でさらにもう一歩進んで、ロールフ・エルバフェルトも、ドイツ語の方が、ズベクツパンクという、あの 主語脅迫を持っているということを語っている。そしてむしろそうではない中道体的な表現にそれとは異なった可能性を見ている。ではそもそも辞書そのものにおいては期待、まあ、これが主語になるとすれば期待っていうものは存在しないのだろうか。それは全くの嘘の語り、全くの偽りの語りの産物であろうか。現象学は考古学アルケオロギーであると、すなわちすでに最終構成された段階から遡って起源アルヘを求めるロゴスである。すでに最終構成された現在の西洋のロゴスから遡ってフッサールはその起源を問うた。そうである限りそこに発掘されるのは現在の西洋のロゴスの起源だということになる。では他の言語、例えば日本語から遡ってその起源を問うとどうなるだろう。そこに発掘される起源はロゴスの起源と同一であろうか。起源はあくまでも最終構成物の起源である。最終構成物としての言語が異なるならば発掘される起源も異なるのではなかろうか。そうだとすると相対主義、言語の相対主義こそが誠ではなかろうか。まだ不十分である。このように問うとき我々は母語、自分のムッタシュプライとその起源および、外国語フレンチシュプライとその起源をその両方の外から見比べているかのようである。そんな問いそれ自体がそもそも不可能である。媒体なしに両者を見ることはできないし、その媒体となるのは基本的にムタシュプライ、母語である。このことを忘れてはならない。とはいえその媒体としての母語ムタシュプライはそれ自体普遍の実体ではなくて常に生成中である。 変化しつつある。それは移りゆく。でさらに外国語との移し合いの中で変化している。まあ皆さん非常に外国語との付き合いの多い方がいますけども、どんどん変化します、とすれば上記の問いはそれ自体が母語とムタシュプラヘとフレムトシュプラヘとの移し合いの中で、あるいは両者の間でこそ誠の問いとなりうる。しかしそれでも語りの可能性はおそらくなくならない。
そもそも間で互いに適合し合うような、適合的に合うような移し合いが起きない場合、こういう場合でも語りがそこに型を与えてしまう。そうすると型にはめる、あるいは固めるということで嘘を語る。そうした型からむしろ逃れていくもの、語り得ないもの、まあここでは強引にもののけ、もののけ的なものとして擬似的に規定される、そういうものさえも我々は強引に物語る、物語ることがある。そうした語り、そうした嘘の語りをことほぐことなく、むしろ断る、拒絶するためには沈黙することではなくて、まさにそのことをこととしてさらに語るということが必要だろう。フィレンダンク。We can have questions in German, in English, also Japanese. I'm best in Japanese. I'm best in Japanese. Yes. Yes. Thank you.
is occurring between Japanese and other languages. So this is the point I'd like to emphasize. というのは、まず基本的には比較ということからできているという、まあ、これは西洋でも同じような、刻み込む。で、刻み込むときに持続するということができる。刻み、語ること、口で語ること、これは瞬間的に消えます。それに対して刻まれたものは時間的持続を生みます。で、この時間的持続という側面に対して、この中にその、データであれば、今話しているこの瞬間、この現前の瞬間がこの話し言葉の中で最もよく実現される。で、これに対して、データはそれを批判しよう。我々のやってることが全て自分に現前するということではない。むしろ遅れてしまう。時間的に遅れるということを可能にするときに、エクリチュールですね。エクリチュールの、機能があって、それゆえエクリチュールの方がデータにとっては重要になる。なぜならそこに現前しないのに、己自身の中で、完結した現前領域を作ってしまわないという、そういう状況を。おそらくその問題と絡むところがある。で、私はさらにどう思うかというと、書くということをする場合、音をそのまま書き記す、表音文字、アルファベットに対して、我々、漢字を使っている人間は、見る。で見ると何が来る聞くというのは確かに瞬間で消えます。だけど、見るというのは、例えば山という文字を見る。山という文字は、これは似てる。山と似てます。で、これは、もし、語り言葉で言えば、オノマトペの問題が出てましたけど、オノマトペというのは、例えば、犬が、ワッボン。これを音に言うんです。これと同じように、漢字は全体として一種のオノマトペを形成する。そうすると、この時には世界の事柄と言葉との距離が近くなります。で、先生、ヨーロッパの言語、あるいはアルファベットを使う言語というのは、その距離がもっと大きいと思います。この大きさこそが多分科学をちょっとだけ数学に代表される直感から離れたこういう世界を知るとよりたやすくしたより容易にしたと思う。これが2つくっついて非常に近い関係であるというこっちの側面を見るならばその核という側面の、エリアが話のは別の部分ここに新しい形をオノマトペ型で世界を見ていくそういう可能性を開いているというふうに考えています。でこれも一つの現れ方世界の現れ方のパターンです。だからこれも変わるデビスさん先生の
近すぎるのが死の言語。でこのような発想っていうのは批判の要素です。で我々はいつも自分の中に不適合の、つまり言葉だと言葉が合いすぎる、合うということが起こりすぎてしまうときに我々自身の中に最大の危険が襲いる。我々は事柄と言葉の間にいつも異なり、差異、距離、隔たり、ここのディフェレンス、これはアプシタンス、こういうようなものがあるときにこそ我々はむしろ健全だと思います。でそのような余地を与えてくれる哲学はむしろハイデガーにはないと思います。だからそこから比較の問題ですから、より多いものですよ。で、その適切な距離を取るための手がかり、まあ、私にとって日本語でものを考えてますから、日本語で表現されるものが事柄がしっかり合っているわけです。しかしそのように見えてしまうと、そのことが危険です。それは自分自身の可能性をいわば縮めてしまう、この中だけに閉じ込めてしまう。我々は残念ながらというか幸運ながらというか、あの、ブルキシャバルとか、ウンブルキシャバル、その両方の側面において常に異なりを内側に抱えていく。でそれがあるからこそ他者と付き合えるというふうに思います。じゃあ最後その点に関しては、ウッサルの両批評、ウッサルはかなり強く一義的な論理によって世界を見るとだから、そうだからこそ我々はそれに対してそう思っていない、我々はそれに対して距離を感じるから、だからこそフサルを解釈するという、そういうスタンス、つまりこれも写し合いです。すなわち完全にうまく合わない、完全に合う、適合するということがないところでこそ研究はよく良い真です、というスタンスです。谷先生、ごめんね、今のところに少し質問があるんですけど、はい、そう、上田先生の言葉に関しての論文というか、その言葉っていうのは実の上田シュステルの、作品で虚の言葉っていうのと実の言葉、デシュパフェです、レアル、デシュパフェです、アブレアルっていうのがあるんですけど、そこで例えばもしあのその詩的な言葉ポエティシュシュパフェを、デシュパフェです、アブレアルとして見たときに、もしもあの上田先生が指摘することは詩的な言葉、テシュパフです、アベアルをいつも使っていると、それでもそのどっかでぼやぼやしてしまうというか、あの例えば、まあ、木の表現もそうだと思うんですけど、そのテクニカルな言葉遣いでは表せないものを詩的な言葉で扱おう。でそれによって自然現象としては扱う、あの言わないようなことが、例えば雲が、あの雲は私が今日全部やっていたことを見ていただろうかとか、そういう詩的な表現、実際そんなこと見てるはずはないんですけど、それを読んだとき、聞いたときに、ああ気持ちが分かるとかあるじゃないですか。でそれで上田が指摘することは、そのどっちも大事とか、常にずっと詩的な言葉だけではダメって先生おっしゃった、そうだと思うんですけど、だからまあハイデガーに関しては何も言えないんですけど、そのハイデガーもしかしたらその反対を言うじゃないですけど、フッサル の, そのどうしても実的な、どうしてもテクニカルなターンでやってしまいたい、そっちに対する反発的な、そういう部分もあったのではないのかなと、はい、あの そういうふうに考えて、あの適切なのではないか、つまり どちらか一つに固めてしまうということ、そのこと自体があの一元論、つまり実体論的だと思います。むしろその適切な距離の中にあってこそ我々の伝言っていうのができると思っています。
でもちろんその、そうしますと自分自身の中で一定の不整合、整合できてない、コヘレンスでとでないでしょ、ビダシですね、そういうものが生じてくるわけですけど、でこれはもし私自身がたった一つの固定された論理の中で伝言するというのが必要だということであったらば、これは成り立たないことです。一定のズレをいつも含んでしまう。でそしてそのズレをいつも抱えたまま、それに耐えし、ある意味で耐え忍ぶという、そういういくらか精神分裂的な一種のシゾフレニッシュな、シゾフレニーみたいな形で の、 思考の仕方というのが、現在の世界を生きていく人間が取らねばならない態度ではないかなと個人的には思います。私の質問はもっとメルポティの言語の現象学についてちょっと聞きたいんです。メルポティの場合は距離があるか、その事象と言語の距離があるか、そのフさんの解釈では、まあ、タミ先生の解釈ではその移すのか、まあ、メルコンティの場合は言語が世界を開く、まあ、開くという関係があるんですね。どう考えるんですか、その移すと開く、それはとても良い質問だと思います。どちらも現れるだと思います。世界を開くというのはそれまで現れていなかった世界を現れさせる、でそれまでのスタイルとは違った、別のスタイルを我々が芸術家が作ることによって新しい世界を現れさせる。この現れさせるというのは写しっていうのは写すっていうのは現れる、つまり写すというのは世界を現れさせる、そして型にはまってしまった、固められてしまった型から解放して次の可能性を開いた、どちらも現れさせる、したがって新しい世界を開くということは新しい世界を現れさせるということだ。でしたがってその時にどのような型を我々が作り出すことです。でもその時はまだその距離があるんですか。そう、距離がなくなることはない。いつも距離がある。でもプロセスとして現れてくる。そうです。現れてくるという言い方ができる。現れてくるという言い方、まあ、彼の主張の中にあるその中道体の表現、日本語では多分見えてくる、聞こえてくる、現れていくというような仕方で、表現されるような、そういう場面がこの中に含まれている。話すだけじゃなくて、書くだけじゃなくて、今だと打つ、タイプの言葉
Now I noticed actually that it's the time for the ending. Actually, it was planned to have a final session for discussion, but since it was planned to make it to the end at 19:30, I'm not sure how I should react now. But we are actually we planned already to go to a restaurant. I mean, for the guests, and at 20 o'clock. Okay. Yeah? It's nice to. What should we do? Zu Ende jetzt? Oder verlängern? Nein. Unfortunately, I think we have to make it to the end. I am so sorry for my. But I think it was very nice to have a collaboration of many languages and many kinds of aspects and perspectives. And yes, I am very thankful for your cooperation. Very, very much. Thank you so much. Yeah, ありがとうございます。